おはようございます。今日は休日の日の Vlog を撮っていこうと思ってます。結構いろいろバタバタやらないことを終わらしてて、結構休日はいつもそんな感じなんですけど、で今もう3時くらいなんですけど、今からボルダーって言って、ちょっと車で30分ほど天気がいいんで運転してアンソロポロジーにちょっとお買い物に行こうかなって思ってます。で実は先週にアンソロポロジーで服をちょっと買ったんですけど、でパジャマを買って、で S サイズの上下を買ったのに、上がね S で下が M っていう謎の組み合わせで届いたんで、カスタマーサービスに連絡したんですけど繋がらず、ちょっとお店に行って聞いてみようかなっていうふうに思ってます。可愛いパジャマで、なんかねちょっとこんな感じのなんか夏っぽいパジャマを買いました。トレーダージョーズも行きたいなと思ってて、オーガニック系って食材高いイメージなんですけど、トレーダージョーズ結構ね安くで売ってるんで、ホールフーズとかで買い物するよりもトレーダージョーズの方がかなりお得なんで、トレーダージョーズに行こうかなって思ってます。じゃあちょっと30分運転して、一人でちょっとこんなに遠出するの初めてなんですけど、ちょっと楽しみ。すっごい天気良くて、最近もう夏みたいに暑くて、4月ってコロラドまだ4月後半から春って感じなんですけど、もうねやっぱ温暖化なのか、すっごいなんか夏みたいに暑いです。今日はなんでちょっと行ってきます。はい、パーキングに着きました。ボルダ30分ぐらいでちょうどラッシュ前だったんで着きました。今からちょっとアンソロポロジーに返却しに行って、もしいいものがあったらなんか買おうかなって思ってます。で、あとね、ノードストロームラックに行って、ちょっとジーンズ見に行きたいなって思ってるんで、それも行こうかなと思って。ボルダーは、ボルダーまでの道がもうすっごい山が綺麗なんですよ。コロラドはね、夏、春夏すっごい綺麗で、もう毎回見ても感動するぐらいの、すごい山が大きくて、綺麗なんで。でね、なんかね、私、関西外大出身なんですけど、枚方のね、関西外大の提携の学校がボルダーにもあるみたいです。コロラドのボルダーの学校に。なんかね、アーロンが同じクラス、関西外大に留学してた時に同じクラスだった子が、ボルダーの学校に日本人で留学するっていう風に言ってたんで、今も多分ね関西外大も提携してるんじゃないかなと思います。絶対ね来たらすっごい綺麗やから、山ハイキングとか好きな子とかはすごいおすすめです。She's not a celebrity, but she's taken. So get up falling in love. Can't take the hint and give up. My mama told me don't talk to people you haven't met. I guess my mama was right. But it's not 'cause everybody you meet is dangerous. Fact 'cause they'll break your heart.パジャマ？パジャマ返却して1着買いました。他にもね、メイドウェルっていうブランドもすごい好きで行ったんですけど、ちょっと迷い中。すごいなんか春夏っぽい服がいっぱいあって可愛かった。次はノードストロームラックにちょっと行こうと思います。たまにねメイドウェルのジーンズが安くなってるんで、それをちょっと探しに行こうと思います。なんかアイスクリーム屋さんってめっちゃアイス食べたかったけど、ちょっとやめた。絶対後からコーヒー飲みたくなると思ったんで、コーヒーを買いに行こうと思います。じゃあ先にノードストロームラック行って、そこからトレーダージョーズも行かなあかん。なんかね、一人でねこうやって買い物来たの初めてやから、すごい新鮮だった。はい、ノードストロームラックで買い物してきました。ジーンズはね、なんかちょっといいのなかったんだけど、ちょっと他にいろいろ買っちゃいました。さっき、モールで、メイドウェルって言ったと思うんですけど、そこでなんか何も買わなかったんですけど、そこにね、ノードストロームラックも、ノードストロームってデパートなんですけど、
デパートの、ちょっとディスカウントされてるものが売ってる場所で、靴も買いました。靴かわいいの見つけちゃって、すごい履き心地よかったから、こんな白いランニングシューズ、なんかねビオニックっていうブランドです。あんまりちょっと知らないんですけど、メイドウェルのシャツ、全部白全部白になっちゃった、とメイドウェルのなんかこういうチューブトップのトップスでね、アンソロポロジーで買ったやつも白なんですよ。まあこういうちょっとレースの T シャツ、ちょっとざっくりしか見せれないんですけど、ここがちょっとレースになってて可愛いんだけど、ちょっと全部白買っちゃったカラーがね欲しいなと思って行ったんですけど、なんかカラーがねいいのなくて、結構白は可愛いのいっぱいあったんで、白のトップスを3着買いました。ちょっと買いすぎた、もう300ドルぐらい使っちゃったまあいいか、あんまり買い物してないんだよ最近っていう言い訳やっぱりね、食材を遅くなる前に買いに行きたいんで、ちょっとトレーダージョーズに行ってきます。はい、ちょっとトレーダー上手で買い物してきました。結構思ったよりたくさん買ったので、もし家帰ってそんなに暗くなかったら、ホール何食材の買ったものを紹介しようと思います。結構ねトレーダー上手は好きでよく買い物するので、美味しいおすすめとかも紹介できると思います。ちょっと水買ったんで、スパークリングウォーター、ラズベリー&ライム、一旦家に帰ります。はい、家に帰ってきました。ちょっともうね夕方で6時半ぐらいになります。ささっと買ってきたものをちょっと日が沈む前に紹介しようと思います。こんだけ買ってきましたまずはサラダ、なんかこのサラダが美味しいって聞いたんで、ちょっと試したことないんですけど、サラダを買いました。あとはこれね、オレンジクランベリーティースコーン、食べてみたことないんですけど美味しそうなのと思って買いました。あとはこのスペネッチディップ、もうこれがすごく美味しくて、サワークリームなんですけど、もうサンドイッチこれ作ったら本当に美味しくて、アーロンなんかもうクラッカーとこれで結構バクバク食べちゃうぐらいすっごい好きな。でこれもいつも買ってるベリーグリーンっていうスムージーです。グリーンスムージー、これもすごい美味しいから、結構甘めなんで、飲みやすいです。あとは、これもリピートです。このね、チョコレートケーキ。なんていうの、この、チョコフォンデュ、フォンデュかな。もうこれもね、すごい美味しいんで、冷凍ケーキなんで長持ちするから、買いました。2個入りです。あとは、アボカド4つと、いつもね、お昼はね、サンドイッチを、バイトに持ってってるんで、サンドイッチ系のものが多いです。あとは、これ食べたことないんですけど、チキンヌードルスープ買ってみました。結構ね、スープ、ベジタブルスープ前買ってみたら美味しかったんで、これも試してみようと思って。コーヒーケーキを買いました。これね、すっごい美味しいの。ブラウンシュガー&シナモンの。ケーキです。ピタブレッド。これで、またサンドイッチなんですけど、ちょっとギリシャ風のサンドイッチ作ろうと思って。ハムスにもすごくあるんで、大きいハムス家にあるから、それと一緒に食べようかなと思って、買いました。あとは冷凍系やね。冷凍系。ニョッキー。これまだ食べたことなかったと思う。結構冷凍のパスタは、好き。手軽に食べれて、めんどくさい時のランチとかによく食べるんですけど、これは初めてです。ニョッキ。あ、あとは餃子。これいつも買ってる餃子で。餃子、冷凍餃子結構アジア系のスーパーで高くて、このぐらいの大きさので結構ね、6ドル、8ドルとか
するんですよ。で、高いけど、これはね、トレーダーチューズは4ドルとかで買えるんで、あの、2個買いました。いつもこれは買い足してます。あと、これも初めて、ジャパニーズスタイルフライドライスって。なんか、ひじきとかが入ってるチャーハンが、美味しそう。トレーダーチューズは結構、当たり外れが多くて、美味しいやつはめっちゃ美味しいけど、微妙なやつはとことん微妙っていうような、あの、が多いんで、いつも1個だけ買って試してみて、美味しかったら2個とか買うようにしてます。アラビアータです。これすごい美味しい。これもね、あの、レンジでチンか、あの、お鍋で温めるだけで食べれるパスタ。アラビアータ。これ初めてシューマイも買いました。豚肉のポークシューマイ。これも食べたことないけど、美味しそうだなと思って。あとは、オーガニックのイチとイチゴ。パッタイ。これもね、結構量が少なくて、本当に軽めに食べれるぐらいのパッタイなんですけど、これビーガンだね。ビーガンのパッタイです。これはやっぱりレストランのパッタイに比べたら味は落ちるけど、なんかどうしてもタイ料理が食べたいっていう時に手軽に食べれるからすごい好きです。これももう何回も買ってます。これ初めてなんですけど、チキンソーセージブレックファストブリトー。ブリトー、朝ごはんのブリトーを買ってみました。なんか朝、遅く起きた時とかに、アルバイト前に、これ食べてもいいかなと思って買いました。そんなもんですね。全部で、74ドル22セントでした。トレーダージョーズはすごくお手頃に全部物が買えるんで、よく買い物してます。でもね、料理するときにはちょっと足りないもの、食材が結構足りなかったりするんで、普通のスーパーとか、行った、コストコとか行くんですけど、手抜き料理用とか、料理したくないとき用のご飯を買うのに、すごく、よく、利用してます。今回はこの一日一人で過ごす日の Vlog でした。もしこういうのが面白かったらまたいいねしてください。まあね、個人的には結構そのスーパーのやつをやりたかったんで、いいのが見つかってよかったです。でも食べてみるのが楽しみ。もうすごい、今日ね朝ごはん食べてから何も食べてないから、お腹すっごいついてるんで、ちょっとどれか食べてみようかなっていうふうに思います。じゃあまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。'Cause I've gotten in and I crush